やべ俺アンチ結あれあ確認したんだけどなポータル結構近い距離だと思うんだけど遠かったか任せろ <laughs> 説迫します いやいやこれどうやどうにかして抜けんとなハイドガリ似合うわ俺絶対ここにさここにいないでさここ取った方が勝率高いと思うんだけどなここの建物めちゃくちゃ後ろを切り警戒してるけどでその間に敵にここ取られたらこいつら死ぬでやっぱそういうのも考えないとね あか,んあ,あかんわけです目先の敵一人じゃなくてマッチに勝つくことを考えないとねランクは上がらんすよでここに敵がいる場合はここレースいたしっていうのが立ち回りかなすごい後ろを裂くことに警戒してるからあれだねまあスクリームとかだったらここら辺取った絶対に強いここにここだってあれ弱いもポジション100%ここら辺からも打たれたら遮蔽物とか何もないから 死ぬだけなんよ、ね、ただ単に結構おおクレーバーかよく当てるなヒー,ー,ひーこのパーティー負けるか見てないよここのポジション弱いんよ クレイバーあるからワンチャンあ相手もあったねでこれワンチャン起こされるかもね起こされるね多分。 まあこんな感じで、なります、うん。まあ勝ちたいならこことかね、取んないと負けるよ。まあ皆さん勉強になったんじゃないでしょうか。ああいう時は、まあ後ろを切るのも大事なんだけど、強腰取らないとまず勝てないから。ああいう時は。うん。特にああいうアンチはね。ああ少し配物なんもないから。しかもオクタンとレイスだったし、ジャンパー、 ジャンパとレースのポータルであの奥の向こうも取れたからこれは完全に強ポシ取った方が絶対に有利あそこはだってクレーバーもあったからそっからさあの奥側にいたとしてもクレーバーでワンピック狙ってそこで詰めれば全然余裕だからああいう時はね後ろを切りすぎるとああいう風に死にます2位狙い、まあ、2位狙いならあのムーブが正解だねうん ま俺二人いたら逆にチャンピオン目指すけどね <laughs>。だって一人落としたら 2V2 だから。じゃあ一人落としたら 2V2 になるから全然チャンピオン狙えるよ。二人でも。って感じです。